これもね、懐かしい車じゃないかなと思うんですが、三菱ギャランの VR4 の、ラリー仕様ですね。で、こちらはですね、スタリオン 4WD の計画が消滅した後、安全性の問題からグループ B カテゴリーそのものに1986年シーズンで終了という決定が下されたと。で、これを受けて WRC のトップカテゴリーは新たにグループ A カテゴリーのように争われることになります。大幅な改造が進めない認められず、出走に必要な機関車の生産台数も12ヶ月の月に5000台以上、当時とはるかに多く、より機関車の出場が問われることになった。それにより三菱は1989年、新型セダンのギャランのスポーツグレード VR4 ベースのリーカを WRC に導入したんですね。で、さらに EOSC、ツインバグセット化されて46畳3型ターボエンジンとは信頼性と速さを重ねられており、トルクを大幅にアップし、なんと3戦から4勝目のフィンランドで WRC 初優勝を告げた。その後もギャランは圧力大きい不幸なパッケージングを使用しつつも速さを発揮し、1992年の現役まで引退まで6勝という変化を戦歴を残した、名車という形です。それがこのギャランの VR4 というかね、まあ、黒車になりまして、なかなかこれもいいなという感じですね。で、このラリーカーのね、まあ、ちょっとシンプルなんですが、このラリーのお色柄とかがまたかっこいいなと思いまして、内装もね、非常にこう魅力的な車にね、まあ、仕上がってるなといったところが、この車の魅力の一台の一つではないかなというふうに思います。どうもありがとうございます。